最初のベンガル語訳聖書セランポール宣教出版社、ベンガル語訳聖書では、キリスト教聖書のベンガル語への翻訳を扱う。ベンガル語は、インドアーリア語派に属する言語で、主に、バングラデシュ及びインド、西ベンガル州で話されていて、それらの地の公用語である。表記には、ブラーフミー文字から発展したベンガル文字を使う。大部分が、イスラム教徒の国、地域で、 過去にもアラビア文字を使わなかったのは珍しい。アッサム語とは親しい関係にある。西欧人としては初めてナサニアル・ホールヘッドがベンガル語文法の本を表したのは1776年でイギリスの異跡者のためであった。1793年、ウィリアム・ケアリーはセランポールで聖書をベンガル語に翻訳して出版し、1801年には改訂版を出した。 バングラディッシュで現在使われている文語聖書はこの聖書で、口語訳聖書は新しいわけである。イエズス会のベルギー人神父クリスチアン・ミニョンはこの聖書を改訂して、マングルバータ聖書として細かな注釈をつけて出版した。ありがとうございます。